今晩もやっていこうと思います、今晩のテーマは練習場で練習するときに上手くなる練習と上手くならない練習について紹介していこうと思います。まず上手くなる練習とはどういうことかというと、その日に、何の練習をするのかをまず決めましょう。例えば、私はアイアンが左に飛んでいきます。要はフェースが左向いてしまって左に飛んでしまうんですね。今日はアイアンを打つときフェースが左向かないように意識してそれを練習していこうと思います、といったような、テーマを決めるわけですね。でそのテーマを決めたら、まずはボールを打ってみましょう。で今は左飛んでしまったということは、インパクトしたときにフェースの向きはちょっとこうやって左向いてしまったということです。はい。で左向いてしまったということは何が悪かったんだろうと考えていきます。この時に注意してほしいのが、動きで考えてしまうというのはとても危険なことです。動きというのはやはり、平らな練習場というところでは直しやすいですが、複雑な傾斜が入り乱れているコース内ではまたそういったエラーが出てしまう原因につながります。なので、あ、左に行ってしまった、もしかしたら私は今クラブを握った時に少しフックグリップ、ね、フェースが左向いてしまうような握り方をしていたんじゃないかな、はたまたは右手を握った時に右手横からつけていかないといけないのに右手が下から行ってしまってフェースがこのように、ね、左向きやすい状態になっていたんじゃないかといった部分から、考えていきましょう。でちなみに今私が左飛んでしまった原因、これは本来であればこのくらいのアドレス、前傾角度で構えるべきものを少し深く前傾してしまったことが原因です。深く前傾してしまうと本来この位置ですね、こう地面に対してベタッとくっついてまっすぐ行くクラブがこのようになります、ね、これは一見フェースがスクエアに見えますが、性能的にはフェースが左を向いている状態です。前傾角度が深くなってしまったことによってクラブのトゥー側が浮きます。また手の位置が通常よりも深くなるのでフックグリップになってしまいます。フェースが左を向きやすい、左に飛びやすい状況が揃ってしまったということです。ではこの位置で少し前傾角度を先ほどよりも浅くした状態で打っていくと、はい、目標通り飛んでいくという形になってきます。このように今日やるテーマ、ね、今日はこれを練習しますよというものをまず決めます。でそこからそれに対してどうなったか、ね、左飛びました、ベースが左に向いてしまったんですね、ボールが右飛びました、右飛んでしまったんです、その原因がどこにあるのかっていうのを考えていきます。それがグリップなのか、ね、アドレスなのか、ね、動きなのか、ね、グリップアドレスに原因がなくて初めて動きで考えていけるようにしていくといいでしょう、ね、だいたい左に飛んでしまう原因、右飛んでしまう原因、このグリップとアドレスに隠れていると思います。ぜひ、練習場で練習する際にはそういった部分に意識を持って練習してみてください。どうしても正しいグリップが分からないよ、正しいアドレスが分からないよ、ね、そういった方は過去動画に、私のチャンネルの過去動画にたくさんそういった基本のお話が入っています。ぜひそちらを参考にしてみてください。それでも分からない方、ぜひコメントにて、ご意見という形で、どんどん書き込んでください。本日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。